皆さんこんにちは。4年に一度開催されるスポーツの祭典オリンピック、32競技329種目に出場する選手たちはそれぞれの4年間をこの大会のために捧げ、最高のパフォーマンスと結果を出すためにベストを尽くしています。しかし連日メディアからは輝かしい成績を残した選手や最善を尽くした選手たちを称える声だけでなく、オリンピック自体の悪評が聞こえてきます。不正に劣悪な環境、不適切な表現など日本だけでなく世界中からバッシングを受けている今回のパリオリンピック。今回はそんな中から選手たちの食事環境のひどさとギリシャのブチギレについて調べましたのでご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。ではまずギリシャの怒りについてご紹介します。100年ぶりにフランス・パリで開催されている今回のパリオリンピック、今回も数々の熱戦が繰り広げられているオリンピックですが、例年に比べ競技以外に向けられる意見が多く見られます。そんな中ひときわ強い言葉でフランスを糾弾しているのがギリシャの日刊紙エトノスのニコス・ジャニディス記者です。各競技でフランスの代表選手たちが優遇されている判定や決定が目立っていると声が上がっていることについて、ジャニディス記者はフランス人は恥を知れ、我々はここ数十年で最悪の五輪を見せられている、何から始めればいいのか、審判の偏った判定からか、それともセーヌ川の汚染の話かと、その激高っぷりを表現。間違いなく今大会はフランス B 期とも取れるような判定が取られていることが世界中のメディアでも報じられ物議を醸しています。日本も柔道の混合団体戦で最終決戦となった代表戦を決めたデジタルルーレットによる抽選や、男子バスケの一戦で見られた判定など対フランス戦で疑問視された疑惑は一つではありません。そうした中でジャニディス記者は特にフランスの選手に関して審判の偏見が挑発的だと断じ、柔道の男子90キロ級で母国代表選手のテオドロス・ツェリディス選手が準々決勝でフランスのマキシム・ゲール・ヌガヤプハンボ選手に技ありで敗戦したことの原因がジャッジにあったとして、審判団があらゆる努力でフランスの選手を優遇していたのは確実だ、人間の判断が優先される競技の重大な不正であると指摘。またフェンシングの女子サーブル個人ではテオドラ・グクンデュラが準々決勝でフランスのマノン・ブリュネと戦って13、15で敗れたが、この試合でも判定が物議を醸したと語り、13、14の状況でセンサーがグクンデュラ選手のポイントを示しながらこれを審判が無効にしたという事態を挙げています。この試合後グクンデュラ選手は試合後のインタビューで号泣、ギリシャのコーチはスキャンダラスだと言い放ち、ギリシャ五輪委員会は世界フェンシング連盟に抗議文を提出する事態になっています。グクンデュラ選手は2023年のグランプリ韓国大会で金メダルを獲得する実力者で、パリでも表彰台が期待されていた選手でした。さらに自転車 BMX フリースタイル男子では審査員と熱狂的なフランスファンのお気に入りアントニー・ジャンジャンがトリックで転倒したものの最終的に銅メダルを手にしたと不満は止まらない様子でした。その不満は競技の判定だけでなく大会の組織委員会にも向けられ、水質汚染が問題視されているセーヌ川で競技開催を強行したことについて、なぜ競技を行ったのかと発言。加えて泳がなければいけない選手たちはこう主張するべきだった、ありがとう、でも私たちは汚れた川には飛び込まない、大会組織委員会は独自のプロトコルを厳格に実施するため選手たちの健康を害する行為に躊躇しなかった、大腸菌濃度が非常に高く依然として泳げる状況ではない、それでもフランス人は全く気にしていない、そしてパリ大会は少なくとも私がこれまでに見た中で最悪のオリンピックだと断じるジャニディス記者は、フランスの高度な文化と知性の神話は開会式でこそ完全に失墜しなかったにせよ、大会が進むにつれてゆっくりとセーヌ川に沈んでいると総括、最後まで酷評し続けていました。では次に選手村で特に話題になった食事面の悪評についてご紹介します。パリオリンピックにおいて選手村で提供されている食事をめぐり選手らが口を揃えてまずいと酷評しています。
選手村の食事は東京五輪では成功と評価されるほど、多くのアスリートが楽しむ様子を SNS に投稿するなど話題を呼んでいました。前回大会が好評だったために美食の国フランスでの開催は選手村での食事が期待されていたに違いありません。しかし実際に開幕してみると前回大会より格段に悪いと不満の声が噴出。オリンピックに出場している選手がパリオリンピックでの食事について言及した発言をご紹介します。ハイチ代表の陸上選手はオリンピック選手村の食事は10点満点中0点だよと最低点数で評価。さらに味のひどさにとどまらず、ある日水を飲もうと思ってカップを手に取ったんだ、でもまだ飲んでいないのに誰かのリップグロスがカップの縁についていたんだ、これって清潔なカップのはずなのにそうじゃなかった、ゼロ点だよ、本当に気持ち悪くてもう我慢できない、もう一日もここにいられないよ、早く帰りたいと思っていると環境の劣悪さも暴露していました。他にもアメリカの女子体操選手らは記者に食事のことについて聞かれると、選手村の外にいるあなたたちが食べているようなちゃんとしたフランス料理は村では食べられないと思うわ、少なくとも食堂で食べているものはあまり美味しいとは思わない、フランス料理は間違いなく美味しいと思いますが食堂で食べているものは最高とは思えませんと返答。別のアメリカの陸上選手は人気の TikTok サウンド You Disappointed Me、 あなたにはがっかりさせられたと共に動画を共有し、棒に刺さった正体不明の黒焦げ食品へ嫌悪感を示していました。そして食事について世界中で物議を醸しています。フランス紙レキップでは私たちの情報によると一部のアスリートは火曜日の夕方と水曜日の朝に提供された食品の量が不十分であったこと、あるいは特定の食品の補充が早かったことに不満を漏らしていると公表。イギリスのタイムス紙ではパリ2024オリンピックの主催者はアスリートたちにミシュランシェフが料理を提供すると自慢していたかもしれないが、イギリス代表チームチーム GB は自分たちのシェフを現地に呼び寄せることを余儀なくされた。これは高タンパクの食材が不足して配給制になったり生の肉が提供されたりしたためであると糾弾。イギリスのオリンピック協会は選手村の食事は十分ではなく劇的な改善が必要だと述べ、ある食べ物が十分にない、例えば卵や鶏肉、特定の炭水化物などだ、そして出される食べ物の質も問題で生の肉がアスリートに提供されていることもあると耳を疑うような発言を残しています。オリンピックに出場する選手は各国から出場権を獲得した選手で、全ての選手がイギリスや他の先進国の選手、スポンサーのついた一部の選手のようにシェフを呼び寄せたりすることで自身の食事をコントロールすることができるわけではありません。だからこそ選手村の食事には最大限の配慮が必要なのですが、これらの話を聞く限りパリオリンピックではこうした配慮はされていないようです。では一体なぜこのような惨状になっているのでしょうか。実はオリンピックの公式ホームページを見ると選手村の食事についてこう紹介されています。このメニューはアスリートたちの栄養上のニーズとオリンピックで実施される持続可能なケータリングの追求に合致している。提供される料理はハイレベルなアスリートに適しており、206を超える代表団の期待や習慣にマッチしているはずだ。使用される食材はオリンピックのケータリングにおける二酸化炭素排出量の半減を目指すパリ2024の戦略に対応したもので、そのため多くの果物、野菜、豆類、全粒穀物が用意されている。地元の旬の食材もまたカーボンフットプリントの削減に役立つため提供の中心となる。加えてパリ2024のフード&飲料担当のフィリップ・ビュルツシェフは、私たちはベジタリアン向けのメニューに力を入れたかったのですと発言していました。つまりパリオリンピックは二酸化炭素排出量の半減を目指す戦略のために十分な食事量も適切な環境も用意せず、一方的にビーガン料理を用意しているということでした。もちろん中にはビーガン料理を食べてコンディションを整えている選手もいるかもしれませんが、大半の選手はそうではなく
動物性のタンパク質などを用いて体のメンテナンスをしています。結果的にパリオリンピックの CEO であるエティエンヌ・トボア氏はこの数々の不評を受けて記者団に対して、2024年パリ大会の経験の中心に位置するアスリートの要求に応えるため700キロの卵と1トンの肉を使用し動物性タンパク質を強化したと語っています。いかがでしたか？今回はパリオリンピックの惨状についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。